前回失敗したカニ、まあ針を3本上げてちょっとダメでしたね。大失敗で、常連さんからですね、こんなのがいいんじゃないかという、ハゲジャックという、まあ、広げるんですね。それがこれですね。これをまあもうちょっと広げて餌をここにつけるという、というのが一つと、あとですね、こんなものもありました。これはまあカゴに餌を入れて、ここにトラップがあるんですね。こう輪っこになっていて、それがまあ絡んだら小さく引っかかるという。さらにですね、こんなものもありましたね。これどうやって使うんだろう。考え方は同じですね。トラップになる。こんな感じですね、結局は。これもですね、どう使うんだ。どう投げたらいいんだろう。まあ、これがだんだんこう縮まるみたいな感じですね、こうやってね。で、足に引っかかるという。これどうやって投げたらいいんだろう。この仕掛けがここにちょっとまた、8トラップと6トラップが2個ずつありますね。まあそんなわけで、ちょっとカニチャレンジに、まずはこれですね。常連さんのこれを使うのと、これがちょっと面白そう。このカゴみたいな。よいしょ。カゴみたいので、この輪っこが縮まるようになる。さてさて、ワタリガニくんはこれで捕まるんでしょうか。楽しみです。